ああ、いよいよ明日やな。いややわ。めちゃくちゃ憂鬱。何が？何がって卒業式やん。もうこういう風に俺らで集まることもせんくなるのかなと思って。いやー、なんないでしょう。だってあんたたち付き合ってんだからあるでしょ。いや、俺たちじゃなくてさ、お前とは？会えるでしょ、連絡も取ってるし。お茶もらうね。予想は？ねえ、あん時もさ、うん？あん時もさ、そうやってお茶取りに行ってたよな。何の話？ほら、中学時代ここの部屋です。やめて、マリアがいる時に話さないで。そんな怒んなよ。あん時のこと思い出してもっただけやん。今はやめてほしかった。親友の彼氏とキスしたことなんて思い出したくないし、最悪だよ。帰るね。なあ、幸子。何？お前の気持ち教えてや。あん時俺のことどう思ってたん？今どう思ってんの？どうって、ちょっと。ナトルも聞かして。やめて。やめへん。俺はまだお前のことが好きやねん。あん時のキスは何やったん？遊びやったん？違う。起きてたの？うん、起きてたよ、ずっと。幸子。どうした？どうしたって？私部屋出たよね。なんで戻ってんの？てか何？安尾のやつ、なんで何もなかったみたいな顔してんの？マリアもまた寝てるし。はぁ、あ、いよいよ明日やな。いややわ、めっちゃ憂鬱。え？もうこういう風に3人で集まったりせえへんのかなと思ってさ。いや、待って待って、さっきと同じこと言ってない？どういうこと？これさっき鳴ったはずだよね。なんでまた？どうしたん？そんな驚いた顔して。どうした？なんかあった？なんかあったっていうか、大丈夫？ちょっとパニクってる。てかさ、ここ立ってたらあん時のこと思い出すね。え？中学の時この部屋でさ。ちょっと待って、ちょっと待って。なあ、気持ち教えてくれよ。あん時俺のことどう思ってたの？今どう思ってんの？どうって、そうです。ちょっと。なあ、頼む、教えてくれ。どういうこと？この展開さっきと同じじゃん。待って、ってことはマリア起きてるんじゃ。俺さ、お前のことがまだ好きやねん。あの時のキスは何やったん？遊び？違うけど。ちょっと待って。なんだよ。やっぱり起きてたんだね。うん、起きてたよ、ずっと。幸子。何がどうなってんの？
また？どうした？またって何が？え、ヤスワンとキスしたよね。は？あー、中学の時だろ、それ。何？この反応。とぼけてるわけじゃなさそうだけど。どうした？固まって。え、今の3回目だよね。しかもさっきもなったよね。は？んなわけないじゃん。タイムリープでもしてんのか。タイムリープ？時間が繰り返されてる？いやいや冗談だって。マジになんなよ。マジでタイムリープかもしれない。理由はわからないけど同じことを繰り返してる？大丈夫か？だとするならこの後中学の時のことを言うはず。てかさ、そこに立ってるとあの時のこと思い出すな。やっぱり言った。そんで私の気持ちを聞いてくる。なあ、教えてくれよお前の気持ち。あの時俺のことどう思ってた？今はどう思ってる？ほら来た。ここでちゃんと言わなきゃ。あんたのことは昔のことだって言わないと。言わないと。なあ教えてくれよ。どうなんだろう、分かんなくなった。私にとって安男って昔のことなんだっけ？俺はさ、お前のことがまだ好きやねん。お前は？あん時のキス遊びやったん？違うけど。嫌なら吹き飛ばしてな。やめて。やめてってば。キスしちゃえばよかったのに。あんたが起きてんの分かってたから。寝てたらしたんだ。そんなことないよ。私はあんたとの友情が大切だから。友情？あんたが安男のこと好きなのはずっと知ってた。私が相談した時言ってくれればよかったのに。黙ってたよね。黙ってたなら諦めてよ。諦めきれないなら裏切りじゃん。何が友情だよ。ああ、いよいよ明日やな。嫌やわ、めっちゃ憂鬱。卒業式？こんな風にさ、集まったりせんくなんのかなって。そうだね、このままじゃ無理だらね。いや、そこは嘘でも大丈夫って言えよ。無理だよ。ねえマリア、無理だよね。いや、寝てるし。寝てないよ、わかるから私。どうしたのお前、なんか怒ってる？うん、ちょっとイラついてる。だってあんたがキスしようとしてくるしさ。は？なんでこのタイミングなの？私のこと好きならもっと昔から言ってくれればよかったじゃん。は？いや、俺もお前と付き合いたかったけど、マリアもお前が応援してるって言うしさ。応援？私が？信じたんだあんたは。違うん？じゃあはっきり言うね。私は安男が大好きだった。ずっと今まで大好きだったの、子供の時から。だから応援なんてできるわけないじゃん。マリア、そうだよね。分かったよ。私たちの友情なんて最初から壊れたんだよね。それがあんたの答えね。じゃあ勝手に話すね。あんたが言う通り、私はずっとあんたを裏切ってたかもしれない。ごめんね。それは私も悪かった。でもあんたも悪いよ。嘘ついて安男を騙した。私の気持ちを知ってたくせに無視した。私を裏切った。
お互い様ってことだよね。お愛子、それでおしまい。さよなら。二人とも元気でね。私の心は晴れやかだった。ずっと抱えていた罪悪感がきれいになくなっていた。罪悪感がタイムリープの原因だったのだろう。きっともう時間は戻らない。二人との関係も友情も巻き戻ることはないのだと思う。このタイムリープは私が私を知るために神様がくれたちょっとした魔法だったのかもしれない。ありがとう神様。私はもう後悔しない。さよならマリア、さよなら安尾、さよなら今までの私。今日が私の卒業式。